みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。逆にチームの一体感を強めてくれたみたい。これならきっと予選グループを突破できますね。そんな簡単にはいきませんよ。確かに予選グループでは総当たり戦を行って上位2チームが決勝トーナメントに進めるというルールですから、我々稲妻ジャパンが一度負けたからといって終わりではありません。ですが2敗したとなると他のチームの勝敗にもよりますが、予選突破は難しくなります。これ以上負けられないってことですか？大丈夫です。マモルくんたちを見ていたらそんな気がするんです。よし、いいぞ。負けないっす。みんなで予選突破するぞ。そうね、冬香さんの言う通り、私も頑張らないと。追加のドリンク取ってきますね。
失敗。うん、すまないでやんす。久しぶりだね。ふぶきさん。ふぶき。怪我はもういいのか？すっかり治ったよ。よかったな。ん？ってことは。うん。工藤監督に呼ばれたんだ。代表に復帰しろって。そうか。ふぶきさんが戻ってきてくれたら、稲妻ジャパンはもっと強くなるっす。喜んでる場合かよ。ふぶきが代表に戻るってことは、誰かが落とされるってことだぜ。その通りだ。ふぶきに代わって代表から外れるのは栗松だ。栗松っすか？これは世界に勝ち抜くための判断だ。監督、栗松はアルゼンチン戦ですごく頑張ったっす。俺が魔王ザハンドを完成させることができたのも栗松の協力があったからです。そうですよ、本当なんです。すでに決定したことだ。栗松、帰国の準備をしよう。監督！栗松、お前からも頼むっす。やめろ。栗松に必要なのは同情じゃねえ。とっとと日本へ帰ることだ。染岡。さあ、練習始めようぜ。染岡さん、どうしてそんな冷たいこと言うんすか？染岡だから言えるのさ。染岡はアジア予選の代表に選ばれなかったろ。すごく悔しかったと思う。でも諦めないで必死に練習して、そしてレベルアップした。それが監督に認められたからこそ代表に呼ばれたんだ。とっとと日本へ帰れ。早く日本に戻って特訓しろ。時間を一秒も無駄にするなってことでやんすか？俺も一度は落とされた。だが今ここにいる。諦めるな。自分の力で這い上がってこい。分かったでやんす。俺もレベルアップして戻ってくるでやんす。クリマツ君、君の思い僕が引き継ぐからね。へえ、なかなかの去り際じゃないか。ま、足の怪我も軽くないみたいだしな。諦めないでやんす。気づいていたのか、不動。イタリア代表オルフェウス対イギリス代表ナイツ・オブ・クイーンの試合は1対1の同点。残り時間もあとわずか。果たして勝利のゴールを奪うのはどちらなのでしょうか？ゴール！ビリオンシュートが決まった！イタリア逆転！ここで試合終了！勝ったのはイタリア代表オルフェウスです！ミスター・ケイン、俺たちはあんたをイタリア代表の監督だとは認めていない。今日のイギリス戦、何の指示も必要ねえ。黙ってベンチに座っていればいい。これがチーム全員の意見だ。そうだな、フィリオ。いいだろう。約束しよう。フィリオ、さっきの態度は何だ？お前、あいつをどう思っている？俺はもう少し様子を見たい。のんきなこと言ってんじゃねえ。遠藤が言っていただろう。あいつがこれまでやってきた悪さのこと。うまく言えないけど、それだけじゃないと思うんだ。しっかりしろ、フィリオ。キャプテンがいない今、お前がチームを引っ張らなきゃなんねえんだぞ。分かっているよ。頼むぜ。試合
ナイツ・オブ・クイーンの猛攻。オルフェウスは防戦一方です。そして早くも無敵の槍の体勢に入った。パラディンストライク、ゴール。先取点はナイツ・オブ・クイーン。イギリスは俺たちとやった時より強くなってる。特訓を重ねて強くなっているのは俺たちだけじゃないということだ。ここで前半終了です。果たしてオルフェウスは反撃の糸口を見つけることができるでしょうか。くそ、あいつらを攻略する方法何かねえのかよ。どうすればいいんだ。何がおかしい。君たちとの約束を破ってもいいかね。あんたは黙って。フィディオ、聞くだけ聞いてみよう。稲妻イレブン。稲妻イレブン。選手交代してディフェンダーを2人にするだと。そんなことやれるわけねえだろ。いや、やってみよう。出ました、必殺タクティクス無敵の槍。無敵の槍が無敵なのはシュートを打つ前まで。シュートを打つ瞬間は周りの3人のディフェンスが崩れ、その瞬間を狙うためのフォーメーション変更だ。まさかあいつの作戦が効いたのか。